はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはシーオブスターズということで、シーオブスターズとは太陽と月の力を備えた四天王子の物語、クラシックスタイルの正統派 RPG ということで、なんだろう、こうなんか雰囲気はあるよね。雰囲気はあるんだけど、こういう絵柄って、まあでもやっぱ海外乗りだよね。日本ってよりは海外乗りの絵柄だよね、この感じ。まあまあ、多分これで拠点に入るとこういう、あ、これ戦闘シーンか。でも拠点に入るとこういうマップになるのかなっていう感じで僕は想像しました。ということで、あんまりないな。はい、シーオブスターズとは、あんま吸って読んだか。シーオブスターズは、太陽と月の、力が融合した、これなんだ、なんだかの魔法、なんだろうな、の、を操る四天王子と呼ばれる二人の物語を描いていく。この魔法は邪悪な錬金術師フレッシュマンサーを生み出す恐ろしい怪物に対抗できる唯一の力である。ハミの力かな、なんだろう、まあまあいいや。ゲームの特徴、クラシカルなターン制の戦闘、タイミングに合わせてボタンを入力する、強ヒットと防御、コンボ技、威力変化、強化、ダメージ系統と魔法の相性など、一つ一つの戦いに楽しみが生まれる戦闘システム。マリオ RPG 的な感じかな。のびのびとした旅、泳ぐ、登る、ジャンプする、飛び降りる、持ち上げるなど、スムーズに物語世界を冒険できる。ジャンプするとか聞くと、なんかやっぱマリオ RPG かな。比較しちゃうな。心に刻まれる濃密な冒険物語、それぞれのキャラクターやエピソードがあなたの心を引きつける。どういうことなんだろうな。まあいいや。あなたが触れられる世界、気分転換がしたい、航海、料理、釣り、ボードゲームなど様々なミニゲームを楽しんでみよう。マリオ RPG かな。マリオ RPG も結構ミニゲーム入ってましたよね。という感じで、パッケージ版ね、はい。シー・オブ・スターズゲーム本編オリジナルサウンドトラック CD2 枚、ステッカーシート2種、初回限定特典として、生産特典としてアートカード3枚。これどういうことなんだろうな。サウンドトラックはスイッチのパッケージ入らないぞ。ちっちゃいミニ CD が入ってるのか。外付け、外付けだとしたら、もしかしたらこの、どうやって入ってる、ちょっとわかんないね、これ入り方がね。で、ロールプレイングゲーム、何、デベロッパーサボタージュ、スタジオっていうのかな。2016年4月にケベック、カナダで設立されたレトロなアートワークと最新のゲームデザインを融合させることに特化したインディーゲーム開発スタジオです。デビュー作のザ・メッセンジャーは多くの賞を獲得するほか、スタートアップ事業として大きな評価を得るなど大成功を収めました。3人で始まったチームですが、現在は23名の厳選されたメンバーで、幼い頃に夢中になったジャンルである RPG の決定版を自らの手で作ることに挑戦しています、ということですね。なるほど。だから海外のビジュアルというのは合ってたんですよ。で、そのいわゆる昔の RPG のイメージをこう出そうとしていると。で、ジャンルロールプレイング、プレイ人数1人、2023年12月7日発売で、5980円税込み0円となっていますということですね。なんか面白そうってイメージはあるんだけど、なんか癖もありそうっていう感じのイメージもあるかな。ローカライズの丁寧さ次第かな、日本語とかね。なんかそこら辺が気になるかな、あえて言うと。あとは多分
マリオ RPG 的なテイストを、でも絵柄ってのタッチからすると、なんとなく当時の PC のイメージなんでね、スーファミっていうよりは。なんかそんな感じの、そのぐらいの時期の、なんか90年代 PCATT の、RPG をプレイする、彷彿させつつも、なんかマリオ RPG 的なリミックが入ってるみたいな。ニュアンスで興味があったらいいのかなという感じですね。RPG は辛いんだよな。はい、RPG は辛いんだよな。でもなんかもしかしたら今遊びやすいジャンルかもしれないですね。こう海外のものとしても、そんな感想です。はい。